皆さん、こんばんは。美容家タレントの一光です。今夜の夜のプレイリストは、一光が荒木一郎ベストコレクションをお送りします。どんだけ。その前にですね、簡単に私の自己紹介をさせていただきたいなと思うんですよね。1962年、いやですね、もう干支が寅年、5回回っちゃって、まあ福岡出身の福岡炭鉱町で生まれたんですよね、田川っていうところで。私のうちは母が美容室をやってて、今でもまだ一人でやってますけど、まあそういうこともあって、人をきれいにする仕事ということをで、私は美容家になっていったんですよね。1981年、19歳の時に横浜の元町っていうところに、そこの高級美容室に、そこで私は住み込みで働いて、あっという間に8年が経ち、その後は、まあなんとなんと、美容室から大きな転身で、撮影の仕事の方に入っていくんですよね。それがちょうど27歳だったんですけど、それで30歳の時にアトリエ一光を設立。それから40歳、41歳からテレビの仕事として表舞台に立たせていただくようになって、まあどんだけからもう15、6年経ちましたけど、まああっという間ですね、人生。そんな中で私は今回、まあ私にとって歌って何っていうと、私にとって歌は心のサプリメント。もうそんな私の人生をクリアにしてくれた、支えてくれた、まあアルバムをですね、皆さんに今日はご紹介したいと思います。そこで今夜ご紹介するのは荒木一郎さんですね。まあ荒木一郎さんっていうと、私が確か中学校2、3年の受験勉強の頃に、このラジオから深夜流れてきたあの歌が私の頭にこびりついてるんですね。ラジオ番組で、そうそう、あれベスト30というランキング番組があったんだけど、そんな中でいつも上位に入ってたのが荒木一郎さんの楽曲で、君に捧げるほろ苦いブルース、これすごかったよね。なんか初めて男の色気みたいなものを声から感じた人だったんじゃないかなと思っちゃうのよね。その声っていうのが甘くって、こう私の今の気持ちを包み込んでくれるような感覚で、そっから妄想が膨らんでいっちゃったんだよね。この歌のすごいところって、出だしが当時にしてはちょっとなんかカルチャーショックだったな。最初からいきなりなんかバンという、なんかこうキャッチコピーみたいに、寂しさに一人飲むコーヒーはっていうのが、なんか当時のなんか孤独な、なんかこう自分自身に引きこもりのような感じになってる私にとってはすんごく響いたんだよね。それと君と愛した味がする、これはもう理想で、私なんかやっぱりまだまだ全然時代的にカミングアウトとかするような時代でもないし、なんか男の人が私好きっていう風に言えるような状況下でもないし、そんな中で自分の好きな人とこうのことを語っていけるっていうのが、すごく私にとっては程遠い世界だったんだよね。それで最後、気に入りの知らんの花っていうところが、なんか詩だけで聞くとそんなことないんだけど、ぐいっとまた私の心うわ静かみになっちゃうんだよね。それとまあ中でも英語の部分があるんだけど、バイバイマイラブのところがぐさっときたのよね。なんだかわかんなくって、なんか男の人の声の色気、これがなんかすごく私の中では声の想像力とか、大人の、あ、声がしたいな、愛されるってどういうことなんだろうっていう風に感じてる私にはすごく食いに来たんだね。そうそう、この楽曲がきっかけで、私はこのベストアルバムだったりとか、こういったものをカセットテープで買い始めた時代だったような気がしますね。時代かな、 CD とかそういうのじゃなくって、当時カセットテープだから、もうあまりにも聞きすぎて擦り切れてテープが切れちゃったりして、すごいでしょ。そのくらい大好きで聞いちゃった。それでは
荒木一郎ベストコレクションより前半を聴いていただきましょう。曲は空に星があるように、今夜は踊ろう、あなたといるだけで、寂しげな真珠、愛しのマックス、梅の実、あなたのいない夜、続けてお聴きください。どうぞ。今夜の夜のプレイリストは、一行が荒木一郎ベストコレクションをお送りしております。いかがでしたか？すごいでしょう。なんか荒木一郎さんの声って色気があってセクシーなのよね。私このアルバムの中で言うと、空に星があるように、この歌もなんかすべて、なんだろう、こう情景が浮かんでくるような感じがしていいよね。それで、そうそう、私50過ぎた頃にある番組で、あの三田佳子さんが歌をね、その番組で歌ってて、私たち役者っていうのが歌う歌っていうのが、歌手の方々が歌う曲とはちょっとやっぱり違うような気がして、だから私は役者歌って言いたいのよねっていうふうにおっしゃってたような気がするんです。だからそんな中で、私はまさに荒木一郎さんもそうですけど、千秋奈美さんとか当時素晴らしい方々、もういっぱいいっぱい、もうこう指で数えれないぐらいいっぱいいましたけど、そういう方々の歌っていうのは全てもうドラマティックで、私はまさに三田さんが言ったこう役者歌、情景が浮かんでくる、まあシャンソンのような感じですよね。シャンソンもどっちかというと人生の経験値が全て語るように歌っていく。歌って声量もそうだと思うし、まあ声量に惚れる時もあるけど、究極どこに行くかっていうと、やっぱり役者歌って言われるぐらいの、その人が経験してきたものを語りかけるように周りにいる人たちを自分のスクリーンの中にグイッと入れてくれるような歌が、私は素晴らしいんじゃないかなって。その一人が荒木一郎さんだったのよね。この荒木一郎さんの語り方っていうのは、もう大好きな彼氏がそばで自分に向かって耳元で囁いてくれるような、その感覚、なんか恋の話を家族とも兄弟とも友達とも語っていけなかった私は、この荒木一郎さんのこの優しく優しく語りかけてくれる愛のセリフですかね。この歌声が聞こえてくると、この夜に聞いてこう寝ると、次の日の朝まで、絵で言うと柔らかい暖色系の柔らかい柔らかい、おとぎの世界に連れ込んでいってくれるような気がして、私にとっては、寂しくなったら荒木一郎さんのこの曲を聴きたいなと思う魔法の歌でした。さあ、それでは荒木一郎ベストコレクションより後半を聴いていただきましょうか。曲は君に捧げるほろ苦いブルース、これ絶対だからね。ジャニスを聴きながら、懐かしのキャッシュブラウン、美しい涙のためのバラード、ラストテーマ、続けてお聴きください。どうぞ。今夜の夜のプレイリストは、美容家タレント一行が荒木一郎ベストコレクションをお送りしてきました。いかがでしたか？荒木一郎さんのこういう歌い方の感覚の、映画の一シーンのような感覚って初めての人だったのよね。唯一無二なこの一つのジャンルを確立したなんか人なんじゃないかなって私思うのよね。寂しい歌が全て寂しく暗くなっていくんではなくって、私はもうどん底に寂しい時、どん底に孤独感でいる時、どん底に何か浸りたい時に、荒木一郎さん心から救ってくれる一人だと思います。どうですか？というわけで、このアルバム、ぜひ皆さんの音楽ライブラリーに加えていただければ嬉しいです。